へえ、ほら、イングランドオールデストインだって。そう。974 AD だよ。だって。まあ、かわいらしい。ほんとにかわいい。ねえ。うわ。さあ、高いね。6ベッドルームだから。高いですね、やっぱり。こんにちは。今日はすごい綺麗なコッツウォルズの街に来ております、ね、蜂蜜色のレンガの街並みですね。うちから1時間ぐらいドライブしたところにあるんですけれども、ストー・オン・ダ・ウォーっていう、ここには結構アンティークショップとか可愛いお店がいっぱいあるんだって。まあ可愛らしい、本当に可愛いね。でもじゃあ多分古い家で、ジュンはねしゃがむらしいですね。アンティークショップとか、どのくらいの値段するんだろうね。ソールド、ソールド。わあ、やっぱり。うん。あ、手頃なんじゃない、これ。5000万円ぐらい。2ベッドルーム。3ベッドルームで6000万円ぐらい。田舎ですよ、これ、イギリスの。うわ、さあ、高いね。6ベッドルームだから。高いですね、やっぱり。でもすごい素敵ね。うん、結構高いな。パブもすごい可愛らしいじゃん。へえ、ほら、イングランドオールデストインだって。974 AD だよ。だって。うん。BC が。へぇ。オールデストパブ。あ、ここ行ってみる？オールデストパブだって。今度、ここ行ってみようか。今日。ああいうホテルとかね。すごい古くてね。で、こういうあそこに教会がありますね。あとで教会も行ってみようか。うん、多分ね。タルボットコートっていうところで、こういうなんかすごい素敵な。犬は入れるそう。ああ、なんかコーヒーのいい匂い。なんかこういうさ、可愛い系のリアとリコが喜びそうなのが多いよね。行ってみようか。
じゃあそれ、あ、電気、なんかイギリスってね、ちょっとキラキラしたものが多いと思う。電気とか、あー、なんかこの石鹸とかね、手作り石鹸とかが売られてますね。いい匂いじゃない？失敗されません、テスターって書いてありますね。コメントで、うわ、使っちゃダメですよ。え、いい匂いじゃん。いるじゃん、これ買ってあげようか。もっと好きなやつがいい。いい匂いだと思う。これ絶対貝が好きだと思う。貝に買ってあげようかな。これ絶対貝好きだよ。あー、いい匂い。これ貝に入ってあげる。あ、ちょっと甘いね。うん、いいんじゃない。ドライブ、うん、ゴマセットではないな。あ、そう？そういうこと、失礼なことを言いますかね。すっごい素敵な街で、なのに純が、いや、でも本当に価値はあると思う。すっごい天気もいいし、家にいるよりいいじゃん。まあ、家でタラタラするよ。こんな素敵なカフェで見てください。カフェが素敵じゃないですか。で、なんかね、この一つ一つの部屋になってるんですよ。家みたいな感じで、で、上に置けるし、ほら、こんな天井が低くて純は見つかりそうになってましたけど、本当になんかね、純のホットチョコレート、本当のチョコレートから作ってるみたいで、まあ溶けてないんですよ。だから混ぜながら、めっちゃうまい。すごい美味しそうですね。結構コーヒーも美味しい。ほら、見て、くっついてる。あ、本当だ、美味しそう。あそこがマーケットスクエア で、今からちょっとメディバルチャーチに行ってみようかな。こけしがいきなりありました。このアンティークショップですね。わあ、すごい綺麗だね。こうイギリスでこんなに晴れるのは珍しいかもしれない。記念、なんか祈りの心。世紀ぐらいなんだって建てられたのが。今ね、教会のそばのアンティークショップに入ってるんですが、今日はあの何、競馬があるそうで、すごい混んでて、イギリス一大きいホースレーシングだそうですね。で、なんとね、ここほら、こけしがあるんですよ。すごいポピュラーでたくさん売ってるらしいです。ここの町はアンティークショップがたくさんあることで有名らしいですね。 Beautiful chandeliers as well. Lord of the Rings, J.R. Tolkien was at Oxford and Stone was his happy place, so the doors at the backThe arch doors, that's what gave him the inspiration for the doors of Durham. Oh, really? Ah, I didn't know that. Okay. Let's go. Wow.まあ、なんか時代が違う時代に迷い込んできたみたいな感じ。インテスト、うん、見逃すところだったね。アンティークショップに入ってなかったね。
わお。イギリスで一番古いパブなんですって。で、ここでランチを食べます。なんかね、古いパブだから、あ、違う、ずっとオンリーって書いてあるんですけど、ここみたいですね。わあ、すごい素敵なところだ。ランチメニューがこんな感じで、スターターライトランチっていうのが、なんだ、サンドイッチみたいなのかな、バゲットとか。私はこれにしてみようかな。ウィンターベジタブルコテージパイ。オールデストパブなんですけど、リノベーションしてすごい新しくて、はい、Yes、One pound has come to see you。I would like to have winter vegetable cottage pie, please.Thank you. じゃあ乾杯。これがシャンディって言って、レモネードとビール、エールの合わさったやつ。おいしい。ちょっと飲んでみる？美味しい、これ。こっちの方が美味しい。こっちの方が美味しい。うん、こっち甘くない？うん、レモネードが入ってる。うん、ジュンは今日のスープを頼んだんですけど、美味しいです。手作りスープ。結構美味しいところかもね。うん、ジュンはね、サーって呼ばれるのに慣れてないそうです。セニョールか、カバイエロ。でなんか思ったのが、カフェロイヤル編集してて、あの普通 ああいう、いいホテルだったら一昔前はみんなスーツを着てたのね。やっぱりそのジーンズとかじゃなくて、あ、客も、うん。でも今スーツ着てる人いないよ ね。でみんなもうジーンズ。時代は変わったなって思いました、あれ。その編集してて人々が、うん、ストリートウェアみたいな。うん、そう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 。すごいカジュアルになってきてますね。スーツ着てる人本当に見かけない。で、ああいうところに泊まるのも家族連れとか若い人がすごい増えてるね。これはベジタブルコテージパイ。わあ、美味しそう。美味しそうだ。めっちゃうまい。おいしい。めっちゃうまい。おいしい。おいしい。ここおすすめです。ママのチキンよりおいしい。ママのチキンよりおいしい。本当に。うん、おいしい。
んかオールデストパブだそうで、イングランドで一番古いって言われてね。ここが、うわー、すごいね。やっぱり背が低かったんだろうね、こんな感じで。なんかここがなんだ、イギリス一古いパブ、ダイニングルームがこっち。わー素敵じゃないですか。うわ、すごい素敵。ダイニングルーム、ここがすごい素敵。このポーチハウス、すごい美味しかったです。暑くなってきました。初めてイギリスでなんかこんなに暖かいの。春ですね。ハプキンス、へえ。ベーカリーですって。ここ日本にもだって。で、なんか日本よりもこのエコバッグが安いですよって書いてあった。ビューティフルアンティークショップ on YouTube. Best shopping style. Oh yeah, I do. Yeah. Thank you. Thank you. Oh, なんかこれあるあるよあるよ。Wow.病は気からって言ってニューロンを消すっていうことは消えてんだよ。それそれがいいんだよ。うん、まあね。それは信じないけど、でもまあ、あのいいんじゃない。あれには気づいて言うよ、アルツハイマー、脳を刺激するからじゃない？